これって配信開始されたら、どうなるんですか？あ、そう、会員さんにみんな繋がるんですか？うん、会員さんに放送が始まりましたよってメールが行くの。これ携帯電話がピンポンになってメールが来ました、メールが来ましたって向こうで言ってるんですか？そうそう、そういう感じ。それはさ、向こう側からこの放送を聞きたいと設定しておけば向こう行って出るんですか？そういうこと。もう例えば俺の放送を見たい人がいたら、なんつうの、俺の放送が始まったらメールが行くようになってるの。もったんこれ悪いんだけど、雑巾濡らしてきてくんで。はい、ワドツ。ワドツ、こんにちは、こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。いつもの人がよくわからない。亀仙。アイラはこの放送で1ヶ月700万ぐらい稼いでんの。誰、ね、このアイラっていう人。わちゃん目が悪い、うん、アイラってどなんて書いてあるの？これアイラって書いてあるの。アイラって読むの？アイラ、うん。どうやって1ヶ月700万円と広告費で、うん。アイラさんって女の子ですか？男、イケメン。へー、女の子みたいな顔してるよ。そう、綺麗な顔してるの。へー、それで人気なんだよ、はい、ありがとう、のんちゃん。俺のメガネない、のんちゃん。アイラさん、アイラ、うん、あと、こんにちは、こんにちは、クロスケさん、こんにちは、カメオさん、みんなは、みんなこんにちはだよ。うん、みんなこんにちは、ワード2って。ワード2、キヨタ、ワード2、こんにちは、うん、お母様。そう、お母様じゃないって言うんだよ。嘘言わない。あれ、でも母親のような気分だけど。勝手にお母さんになってた。そうだね、勝手になったかもしれない、ね。勝手になったの。うん、お母さん。ごめんね、あずいさん。しょうがない、まあ。電話かけんじゃないの？電話だ、うん。どういう関係なんですか？浅井さんは3年ぐらい前、これを歩いてて、神様ですかと聞かれました。神様ですって言いました。これダメだね。3年前公園歩いてきて、3年前ホームレスになりたいって言ってた石野くんっていうのがいて、でおにぎりを配ってたのホームレスに。でその人に NPO の人、違うよ、合ってるよ、 あなたがなりたいんです。それ年前でも可愛い石野さんをしちゃったんでしょ。違うよ、石野がなりたいって言ったの。で浅井さんがおにぎり配っててホームレスに。いやだって待ち合いではあなたがなるんだよ。あ、っていうか死んじゃったじゃん、あの人、猫の人。猫の旦那、あの人死んじゃったね、うん、あの人お酒いっぱい飲んだ。へいっ、へいっ。でもよくわかんないけど、うん、ああいう生活はまずかったのかな、どうなのかな、どうなんだろうね、うん。まあ空き缶拾いで、あのお金稼いでるおばちゃんです。はい、うん、電話すんの貸して。え、空き缶どれ。いや、電話これで出ない方がいいよ、もう。出ない方がいいの？全然慣れない。いや、だからもうちょっとしたら電話して、これで、それで、うん、帰るから。うん、オッケー、うん。どういう関係なの？さっき、こっちやろ。どういう関係なんですか？ワドツ、これは誰ですか？ジーマさん。ジーマさん。どういう関係なんですか？あはははは。泣き話で何が泣けるの？知らない、もう。浅井さん、あの日本語、ね、よくわかんないんだよ、日本語はよくわかんないから、うんうん、そうだね、本は書いたけどダメなんだよね、わかんないね、うん、作家です、あと、はい、そう、うん、本ぜひ購入してください、うん、疲れてんだよ、今日、うん、疲れてんの、疲れ、うん、私今ジムから帰ってきた。あ、そう、うん、体鍛えてきた。そう、だんだん強くなるよ。マクドナルドで飲んだんだ、あったらしいな、今日。あったよ、うん、そう、マクドナルドの前にあった。おお、うん、いや、なんか寺島さんが来てたから、うん、それであのマックに、そう、うん、お茶をおごってあげるしたけど、うん、うん、なんか喋ってすぐ行ってきた。ワード疲れてないか。疲れてんだよね。なんで疲れるんですか。わかんない、昨日トレーニングしすぎたのかもしれないし。あ、トレーニングしすぎたんだよ、うん、
2時間トレーニングして筋トレ200回やったから、フラフラなんだよね今日は。うん、やったからあれだよ、あの、うん、開脚してさ、右にこう倒してやってる、やってる、やってる、それもやってるよ。うん、浅井さんの本これ紹介しないよ、本は興味あるって、うん、そこに本あるから。本、うん、浅井さん本誰が興味あるの？このアイラさんが。アイラさん、うん、はい、浅井由紀子、 あなたの人生をよりよくする、3500円ですこの本、はい、3500円で売ってますんで、ぜひ買ってください。うん、どんな本かっていうと、その、カラオケやったの？みんなが幸せにだ、漏れる人はなくって、そういう奇跡的なことが起こりました。風船ありがとう。これ3500円で僕買いましたよ、これ。よかったですか？よかったよ、これ。そう、あ、みんなもそう言ってくれる。うん、これいい本だよ。そう、今これ流行るよ、きっと。流行るかな、あと10年ぐらいしたら。10年かかる。かかんない？わ、うん、かんないな、うん、いや、これと、あの、なんか、うん、制作会社に持っていけばいいんじゃないかと思うんだけど。制作、だから言ったじゃん、出版社にこれ売り込んだ方がいいよって。いや、出版社じゃないよ、ない、制作会社。 うちが出版社なんだもん。だからそのこだわり捨てた方がいいよ。いや、それ後で問題になると嫌だわ、私、うん、すごい難しいもん。そうか、うん、あ、うん、後で困っちゃう、これだから自分でやっていくのが一番無難、うん、出版社一応聞いてみようかしたら、どういうふうに考えますかって。印税率だと多分 3% から 7% ぐらいだから、出したいですかって聞いてみようか。うん、うん、そのぐらいだったらいいかもしれないよ。うん、そしてそれで、はでもダメだよ、やっぱりダメ。うん、だって他の本と合わないじゃない。うん、そうだね。うん、すごい難しいよ、すごく。うん、体調が悪い方、浅井さんに肩が痛いとか頭が痛いとか言ってもらえれば、浅井さんが診断してくれるので、体の悪いところ。体調が悪いっていうよりも、あれだよ、うんうん、この頃具合が悪いんですけれどもって、それだよ。うん、それとどうしたらいいかな。はい、浅井さんに興味のある人は、浅井、電話、とつまつやる？いや、いいですよ、すぐ答えます。うん、電話、じゃあ電話番号教えて、書くから。070、ちょっと待って、ちょっと待って、070 5011 5011 1138 1138。はい、浅井さんに伝突マッチです。占いもやる、右に行くか左に行くか。占いもやるの？はい、うん、はいはい、突お待ちしてます。いや、だから右に行けば幸せになるか、左に行けば幸せになるかはやんないけれども、うん、どっちに行けば健康になるかを教える。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。タカさんですか？あき、わかる。ゴンタさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。たくみさんだ、こんにちは。うちの寿司、うなの寿司より高くないか。うなの寿司って何？38だよね。31。うん、と070501111138。はいはい、オッケー。うなの寿司って何？いい、わかんないの、スルーシーン。全然わかんない。浅井おばさん、なんだかマーク。浅井のさんの本に興味がある方。あ、なんか、なんか乗っかってる。ありがとうございます、たくみさん。お世話様です。ありがとうございます。浅井さん、これたくみさんに行くんでしょうか、よくわからないけれども。うん。和道さんにお伝えして、たくみさんに行くかどうかわかりません。和道つ。どうなんでしょうか。たくみさんに電話すればいいんですか。このたくみ25256に電話すればいいですか。わかりました。浅井さん、これ帰ってくるだけおばちゃんわからないんじゃないですか。浅井さん、これヘッドホンしてみて。これしたことないもん。いいよ、ちょっとつけてみて、音がいいから。はい、耳にここ。何や、それあんの、はい、いいから、はい。いや、ちょっと、つけたことないんだよ。なんで怖がるの。今まで聞いたこと、いや、触ったことがないもん、怖いの。怖いってね、ヘッドホン怖い人初めて見る。だってね、これをこうやって、こうやってやったから、こうやってほら。え？
これをこうやってやったかな、こうやって、はい。いや、なんか別に帽子とかもしないんだよ。いや、やってみなよ、こうやって。帽子も嫌い、メガネはやっとしてるけど。あ、先生、いいから。楽しいから。じゃ、ちょっとだけ、ちょっとだけだよ、はい。頭につけてごらん。面白いでしょ、喋ってごらん。すごいですよ。すごいでしょ。あ、先生、これつけてごらん。あ、先生。あ、先生、これつけてごらん。これつけてごらん。じゃあ、面白いの起こるか、もっと面白いのあるから。絶対。びっくりするでしょ。はい、つけてごらん。面白いでしょ、これ。これ喋ってごらん、これ、ね。なんで喋るの？ここ。あ、先生、これつけてごらん。これ、歌歌えるの、カラオケできるの。いや、できない。怖い、怖い。うん？これ面白いよ、つけてごらん。いや、もうダメだろ。文化に弱い、なんか文化に弱い。急に変わっちゃうと難しい。これしばらくどうしていいかわからないもん。しばらくどうしていいかわかんないの。これつけて、ちょっとつけて、もう一回、もう一回だけ。いや、だからすごい難しいの。目くらが勘でこうやって動いてるもんだから、うん、だからこれが変わると全部消滅するんだよ。消滅するの。すごい難しいんだよ。難しいよ。そうだよ。浅井さん、生まれて初めてのヘッドホンだったら。これをつけると、これね、何ができるかっていうと、1分で次3分とかやんなきゃダメだよ、うん、これ聞いててごらん、ほら、いくよ、ほら、ほら、いや、わからないもん、ほら、ほら、大丈夫だ、聞いたことあるから、ほらさっき怖かったもん、いやほら、怖くないよ、ほら、聞いてごらん聞いてごらん、あ、せいさんまだ後でいいよ、テレビさえ怖いのに、ほら、聞いてごらん、こっからほら聞いたことない、ああ、セブンセブンだよ、これ、ちょっとつけてみて、セブン、すごい綺麗な音、わかんない、これが綺麗な音っていうのかな、はい、つけてこないよ、懐かしいから、いや、もう聞こえるよ、十分に。あ、帰ってきた、もういい、やめとく、わかった、やめよ、あー、焦った。なんでそれ、うん、なんでセブンの今これが来てんの、これカラオケできんの、これほら、どれとカラオケするの、なんかこれだよ、これをつけるじゃん、つけてみて一回、はい、いやだからこれはどっから来てるの、これ YouTube っていう、あ、 YouTube から来てる、そうそれでこれを引っ張って、それでつけて、それでだからこれこうやってやって歌えるから歌ってみて、ちょっと、はい、いや、ちょっとちょっとやってみよう、いや一回だけ、慣れないからダメだよ、ダメ、もうすごい怖いもん、私何が何だか分かんなくなったら困る、大丈夫だ、2分で終わるから、これいや、ちょっと待って、ダメだ、ダメ、怖い、いや、これ、うん、いつかもうちょっと慣れたら、やってみるよ、今度、そう、まず10秒ぐらい歌ってみて、それで、うん、様子見て、それちょっとじゃあ今歌ってみてよ、ウルトラマンセブン、いやいや今やらないよ、嫌だ、今やだ、分かんないもん、じゃあ俺がつけてるから、これそれつけててもらわれたら普通でしょ、うん、歌詞が出るから、こっち、いや、それせやわからない、わかんない、やめとくよ、あら、それは、これは、私のもこれで YouTube で引っ張ったら、これできる、できる、ヘッドフォンでできるんですか、できるよ、ああ、でも家で歌歌ってたらおかしいな、そう、でも楽しいじゃん、今流行ってるんだよ、家でカラオケするの、家で歌うの流行ってるんですか、うん、流行ってるの、したら家を防音にしといて大きい声で歌うんですか、そうだよ、はあ、うん、それはいいかもしれないですね、うん、楽しいよね、うん、だってあのストレス解消に、うん、あの、うん、なんかお経に唱えるのもおかしいけど、それ歌うたんだ、うん、ストレス解消いいかもしれないよ、うん、いや お経唱えるのおかしくはないよ、うん、信仰があればおかしくはないよ、うん、でも信仰がなければなかなかお経は唱えられないから、のんたん、これヘッドフォンの、のセブン、今日悩みそうだ、来ないね、全然ね、うん、誰も見てないんだ、日曜日だから、日曜日だからね、誰も見てないのかな、風船ありがとう、ありがとうございます、質問来たよ、はい、質問なんですか、浅井さん、今日は何を食べましたか、今日食べたものは、さつまいもとかぼちゃと、それから、そばと、そば、ね、で、自分で作って食べました。また余ったから、夕食もきっとそれ食べます。風船ありがとうございます。
さつまいもふかしたの焼いたの？ん？ふかしたの？さつまいも？うん。さつまいもはうんとあれだ、ただ焼いた。うんと風船プレゼントしました。ありがとうございます。さて今日はもう何にもないからそれだ。やめとく、帰る。ん？今日放送終わり？体にいいものですね。うん。体にいいもの、あっ、体にいいものっていうのは、うん、一般的に、あ、そう、私が食べるもの、うん、そう、だってさ、いや、体壊したら損するから、だから、なるべくいいものを食べるようにしてる。だって、もう自分で分かってしまうの、これはね、どうしても食べられない、変なものは食べられないよ。どういう風になるか分かるもの。だから、体にいいものって、どうやって、何かないですか？いい悪いよ。え？いいものと悪いものがあれば、今度ここに持ってきて、いいものと悪いものはどんな感じがするかって見せますんで、うん、このコーヒーはどう？それを参照してください。うまいですか？これ美味しいね、これ。なんでそうなんのかな。ブラックコーヒー。え？ブラックコーヒー。だって私ね、あなたがね、うん、美味しいって言った瞬間にね、あ、電話かかってきて、おお、美味しくない、これ違う、うん、ひつじだよ。ひつじだよ。私のかもしれないよ。うん、もしもし。あ、やっぱりどっかからかかってくる。もしもし。はい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 。ここに置かないとわかんない。何でしょうか。わかんないよ。どうしたらいいの。ここに置いて喋ればいい。もしもし。はい。どうなっちゃってんのかしら。はい、何ですか。はい。はい。聞こえなかった。うん、はい。ん？誰でもわかんないな。はい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 。いたずら電話だね。ん？いたずら電話だね。うん。じゃあ、風船、あ、体にいいものですね。はつみさん、はつみです。いらっしゃいませ。あれ、なんかいつも見るような気がするけれども。うん、お医者さんですか？お医者さんじゃないよ。でも、なんか調子が悪いと治るかもしれない。コンビニおにぎりってもらったら、浅井さんは食べますか？コンビニのおにぎり、うん、もらったら、うん、もらったらって、コンビニのおにぎりを食べるかどうかだけれども、うん、いや、ほぼ食べないよ。ほぼ食べない。いや、これはね、だってね、お米です。たまにおいしいのがいいのがあるよ、たまに。でも、コンビニはちょっと、たまにいいのがあります。もらったら、多分、食べません。どうすることもできない。もらわ、もう、誰も私くれるという人いません。すいません。どうしたらいいでしょうか。コンビニ。いや、私さ、言っちゃダメだよね。どこのお弁当が悪いとかね。うん、大丈夫だよ。ん？いや、まずいよ。いや、でも、なんかお米自体が、いいものが少ないんで、それを選んで、炊き上げるっていうのはすごい難しいことだと思います。でも、たまに、どっかにいいのが売ってますけれども、いや、今度はね、いいお米、ここに、メーカーとか言って、そこ私宣伝するから、そのぐらいだったらいいのかもしれない。うんうん、よろしくお願いします。いいね。コンビのおにぎり、あ、弁当、おにぎり、これもうみんな似たようなもんだ。冷凍食品。これ、ちょっとまずいよ。強いて言えば100円ショップの冷凍食品の中に日本のちょっといいのがある。
あとは、ソーダ俺です。あ、先生、100円ショップ大好きだよね。いや、だって良心的にできてるよ。そう、うん、食べ物は。100円ショップって体に悪いの多いよ。多くないよ。良心的なのは、100円ショップ無難な線が多いよ。調味料とか。そう、うん、そう、うん、契約書まだだよ。あと、ローソンがまあまあだよ。うん。だからよ、あれだよ。ゴンタさん、お餅、おちんちんが来たぞ。なんだろう、スパゲティはいかがですか？は、一つ、何が書いた？なんかよくわからないな。じゃあ今日はあれだ、うん、こっちは何が出てるんですか？こっちは、いや、何が出てる、ふわっちっていうサイトのトップページよ。これ、みんながこれを作ってますって、宣伝が出てるんですか？そうそうそう。ここに浅井さんいるじゃん。あれ、本当だ。ね。うん、じゃあ、これは。朝はやらないんですか？朝は俺は仕事だから、ほら。いや、仕事に行く前。いや、やってない。寝てるね。寝てる？うん。夜起きてるから。そうそうそう、うん、どうだろうね。朝、いや、私も朝がほとんどなんか、違うことやってるから、うん、あとこれで、今日ダメだな、俺体調悪いわ。頭グラングランする。風邪ひいたのかな。ん？風邪ひいたのかな。おー、ワドツ。あ、だからあれだよ、トレーニングする前に、うん、足を広げなかったかな。やってるやってる。いや、もうちょっとやった方がいいよ。開脚、うん、向こうに倒すんだよ、これ、うん、うん、やってるやってる。それが足りないから、うん、あれが循環がうまくいかない。血液の。そう、だからタバコの息切れが、それが大きくなったようなもんだよ。ああ、今日体調すごい悪い。だから、そのタバコを控えて、その、うん、普通にその運動する体に向かわなきゃ。うん。悪くなる。いや、多分運動しすぎたんだと思う。体が回復してない。そう、だから年齢とともに、無理できないんだから。そうだね。だから、無理しなきゃなんないじゃん。そりゃあだよ。うん。ピッチリ開脚して、そうやったらタバコ読めればさ。タバコはやめる気ないんだよね。バカありがとう、風船ありがとう。タバコやめる気ない。タバコ好きなんだよ。タバコ好きなんだよ。でも、いつか死ぬか生きるかだったらやめるよ。うん。風船ありがとうございます。スパゲティは好きですか？そう、スパゲティ、いや、スパゲティ好きですよ。ナポリタンのような、トマトのスパゲティ大好きです。トマトスパゲティ好きなんだ。トマトのスパゲティ美味しいと思う。なんかトマトだけ入ったのはいい。うん、和藤さん、スパゲティ何食べますか？これペペロンチーノとか好きだね。あ、ペペロンチーノ。うん。辛いのですね。そうそうそう。ニンニクと。ニンニクと？鷹の爪と。ああ。いや、でも、なんかね、さっきも、あ、これだ。これが美味しい話だ。うん。これってね、美味しいって言った瞬間に美味しくないって、私言われてるように感じるけれども、なんでこれ、美味しいと思うんでしょうかね。なんだろうね。なんで美味しいんだろうね。あんま、わかんないけど。俺は好きだよ。いっぱい飲んでる、ほら。下にもいっぱいあるし。
タリーズの中に意識が入っていくとき美味しいと感じるで騙されてる。いやでもこれあれだよ、うんとその、うん、本当になんか疲れてるみたいな。いや疲れてんだって今日。頭痛いんだよ俺。どこ痛いですか？頭。いや意識がはっきりしない。あそこ痛いね。痛くはないんだけど。今触ったとこおかしいよ。ここら辺。それはまずいよ。ここら辺ね。それはダメだ。かなりダメだよ。かなりダメっつ。ここら辺。この辺。寝て3時間安静だよこれ。眠いんだよ。うん、だあんまり起きてるとあれだよ。うん、体に触るよ。今日は寝る。うん、もうダメだよこれ。もう今日はお疲れですよ。ダメです。さいでございます。今日はどうだったですか？はいはい。頭が痛いですか？はい。頭どの辺が痛いですか？動かすと痛い。ちょっと待って、頭痛いですよ、うん、はい。熱はいつ上がったんですか？はい。バカありがとう。一番痛かったとこ触ってください。頭の腹を立てるとその後具合が悪くなりますね。いや、そういうのはないけど。友達だよ。その辺ですか？うん、友達です。あずさん、バーガーありがとう。もしもし、頭を振ったら痛いですか？ちょっと痛くしていただきたいんですが、よくわからないんで、このま、頭をちょっと振るとか、そこの、そこを触りながら頭を、痛い方向に動かすとか。はい、ちょっと待ってください。大久美からいらっしゃい、おどつ。もしもし、急速に血行が増えてるんで、でそれで頭が痛いんですけれども、でも、もっと痛いところあるんじゃないかと思うんですけれども、他ちょっとここだというところありませんか？バカプレゼントありがとう。そこで今触ってるところですか？バカありがとう、プンタン。
い、もしもし。マッツンさんいらっしゃい。息を、腰骨の、後ろの方に、腎臓のあたりに、両方に、息を吸ってください。もう左が足りないです。もっと左の方に。もうちょっと左です。左。ゆかりんバガーありがとう。もしもし。右の方はうまく吸えてるんですけれども、左の方のちょうど痛いあたりかしら、左の方の背骨のちょうどウエストのあたりの背骨の近く、そこを左斜め後ろに膨らましていただきたいんですが、右はそれで合ってます。あ、もしもし、はい、OK です。いや、もう一回ちょっとこめかみのあたりちょっとイメージしてください。もしくは触るか痛くするか。もしもし、これで充血は、脳の充血はこれで良くなりましたんで、あとちょっと待ってくださいね。腰が痛いんですか？いや、昨日のとこですね。ああ、電話突待ちしてますよ、今。どういうふうにしたら痛いですか？じゃあ寝ていたいところをちょっと触ってみていただけますか？昨日のとこですか？はい。はい、わかりました。電話終わったら電話どつまちやってるんだ、かけていいですよ。もしもし、右の放送に声乗っかるんで気をつけてください、プライバシーは。弁慶の泣きどころっていうか、膝のちょっと膝のだいぶ下の右足の右側。こんばんは、高谷。その辺をトン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 叩く。もうちょっと下、そしてもうちょっと横です、後ろっていうか、ちょっとやってみてください。もうちょっと下です、あと2センチぐらい。もうちょっと強く叩く。もしもし、はい、どこで、現状で、あまり体をこう動かしてないんで、
その痛みのその感覚っていうのはどっかにたまるんですよね。でそれでこれ痛いんですけれども、どうしようかしら、ちょっと待ってくださいね。クズ殴って何が悪いんだよ。あ、ブルさんだ。ブルさん、お疲れっす。お疲れっす。もしもし？はい、チョコありがとうございます。あと、親戚の中で、花火ありがとう、ブルさん。ありがとう。いつもありがとうございます。ブルさん最近あれですね、放送やってますね、よく。親戚以外の人はどうやったともうまくいってるような感じがするんですけども、親戚の中のお一人が あなたから物を取ってるような感じなんで、返してくださいと言えばいいんですけど、よくわからないんですが、でそうすると昨日は今日訪れるはずだったら元気に訪れますけれども、気が向いたらやってるんですね。その人だってわかれば自然に物事は運ぶと運びますけれども、新しいフォロワーさん、この人です、今思いつく人、この人、エンさんフォローありがとう、キンバさんフォローありがとう、モックありがとう、今テレパシーで送ったんで親戚です。この人です。思いつく人。思いついたですか？今ちょっと考えた人ですよ。ちょっと待ってください。住んでる距離としてはそんなに遠くはない。テレパシー送ってますね。その人です。はい。でその人に、何か物が言ってるんで返してくれって言えばいいです。そんな感じなんですが。はい。
まあ、前の親戚ですね。はい。念力使ってますよ。で、あの、その、そう。光見えるんで。電話で話してみるといいよ。だから持ってかれたものを返してくれって、そういうふうに電話かければいいわけです。返してくれじゃなくて、じゃあ何て言うかな、ちょっと待ってくださいね。いつもはお世話になっててありがとうございます。お世話様でございます。ありがとうございます。うん、悩み相談枠やってます。遠隔ヒーリングですね。お世話様でございます。ありがとうございますって言えば、あの、とは、とさせたってよくなりますけど。うん。もしかけたい人いますか、次。いや、悩み相談枠ですけど。電話かけたい人いますか、手挙げてください。いなかったら浅井さんに伝えるんで、いたら伝えるんで。次電話かける人いますか。いない、じゃあ終わりかな。はい、ワード2でカエルさんいらっしゃい。電話を送ってるかどうかは 別にして、今日はお開きかな。お、これはか体が崩れやすいような存在なんで、だから電話をかけて、あの、ちょっと話せば、今日予定されていた体調が戻ってきますが。あ、テレチャンミンで合ってんだ。ああ、契約書書くんでしょ、多分。あ、風船ありがとう。電話ないんですか？あ、本当だ。合流してる。はい。はい。テレチャンピンの服かっけえな、これ。はい、ワードツー、ゴルゴいらっしゃい。いや、でも、あの、自分の体のためだから思い切って電話をかけて、ね、合流してるね。待ってください。契約書。アンニンさん、風船ありがとう。ありがとう。もしもし。あの、その人も人間なんで、その普通の感覚というか気持ちでいたいんで、そういう人だなと思えば電話がかかりますけれども、あ、だからその人が特別だと、そういう思いによって、それはこっちに跳ね、自分こっちに跳ね返るんだから、だからその特別扱いをやめて、その人も普通の人間であるというふうに見なして普通に話せば、そのそれは跳ね返るのがなくなるんですけれども。窓開いてんのか。だから特別な人であって悪い人であって、開いてんじゃん、喋りたくないと自分の体に来るわけです。本当、ちょっと待ってくださいね。影響コウキさん、山田つです。頭痛い、今日。なんだろうな、オーバーワークかな。もしもし、その人はまた、たまたまだとそういうふうに、その、思ってるかもしれないけれども、あなたのことを愛してるっていうか、信頼しているので。初見さんいらっしゃい。悩み相談枠です。それで跳ね返りが来るんですけれども、ちょっと待ってください。風かな。風かもしれない。ちょっと頭痛い、すごい。いや、
あなたのことをいい人間だと思ってるんで跳ね返りが来るんです。だから、はい。だから、その、いい人間であるところを表せば、そして、それは、体には来ないんですよね。ちょっと待ってください。これ私帰れるかな。ちょっと待ってくださいね。電話しないで帰れるか今考えます。そうだね。今日トレーニングどうしようかな。いや、いいや。自分で直すわ。自分で直すわ。もしもし、あのと やることとしては、その、道路のゴミを1日 3回と道路に散らかっているゴミを拾うだけれども、どこにでもあるゴミですね、拾うだけど、これ人の見てないところで、あのやるということだから、多分その人に対して、その、周りの人はあなたはその人によくしていると思われてるけれども、でも実際は違うと、それはあなたが知ってるんだけど、実際は違って、で周りの人は、でもあなたはその人によくしてるとみんな思ってるんだ。だから、ゴミになっちゃうんで、ゴミを1日3回と道路に拾いに行くか、もしくはその人にあの電話をかけるか、どっちかでしょう。はい。どっちかにすれば大丈夫です。あの、体は回復してきます。はい。どういうことだよ。はい。じゃあ、あとちょっと待って。ゴミ拾いしろしたら体で治んの？熱はないね。あ、若干あんのかな。ちょっと測ってみるか。熱あっかもな。熱って何度から熱なの？何度から熱？もしもし、痛くなってから今日歩いてみましたか？そろそろ寝ていますか？はい。今あの立った時にどうなのかを知りたいんですけど、立ち上がった時に。あ、ないない。36.5。36.5だね。立った時にいつもどういう風になりますか？熱はない。いや、ないね。あ、立てそうですね。わかりました。立てることがわかりましたよ。大丈夫です。立つにはあんまり問題がない。よかった。店長さん、はい、大阪。うん、見てる見てる。ツイキャスでしょ？あの、で、ちょっと待ってくださいね。あと。花粉症でこんなんなんのかな？俺、花粉症は持ってないらしいんだよね。鼻炎は持ってるけど、慢性鼻炎は。体を動かしたら治るかな。ツイキャスは相性悪いんだよね。アクティブが全然上がらないからさ、今ツイキャス参入するのはちょっと遅いかなと思ってる、俺の中では。ちょっと手遅れかなっていう。ローキックのカットの仕方も知らんのな、テルジャンピン。素人は普通わかんないと思うよ。格闘技経験がないとわかんないでしょ、そこは。あの、知ってる方が普通じゃないんだって。みんなああだこうだ言うけど、結構難しいよ。花粉症っぽくないな。俺も花粉症って言われてびっくりした。びっくりするよね。安静にします。試合前で別てか、のんたんいびきかいてる。のんたんいびきかいてるでしょ。寝てるな。のんたんズゴーズゴー言ってるの。もしもし、あの、
あなたはな何かこう好きなことをやればいいと思うんですけれども、何が好きでしょうかっていうのは、あのこう人からの緊張が来て、それで体に響いてるんで、好きなことをやれば忘れる。で、好きなことは何でしょうか。音楽ですか。音楽ですかって。音楽でもない。ちょっと待ってくださいね。何の相談よ。浅井さん長いって。浅井さん、あと放送見てる人全然楽しくないから、それ家でやりなさいよ。もしもし、音楽を作ることですか。長い長い。長いし、リスナーに伝わらないし、これ。もしもし、あの音楽を作る才能は非常にありまして。あるんかい。で、これ音楽を作って、そして1日3回ゴミを拾って、まあ人の見てないことで何か良いことをすると、これで体は治ってきます。雑音やる、音楽いいよ。ちょっと待ってください。音楽どのように作ればいいか今ちょっと考えますんで、ちょっと待ってくださいね。浅井さん長いって。浅井さんは元5年間ぐらいホームレスをやっていて、で治療院とか宗教団体をやっていて、自称神様で作家で空き缶拾いで1日2万円稼いでいるおばちゃんです。はい、雑談全然やるよ。経歴がめちゃくちゃっていうね。何一つ納得のいく経歴が一つもないっていう。でもこれ全部実話だからね。モンタもよく爆睡できる。もしもし、同じ音楽がのが分かる人を、作った音楽を聴いてもらうと、作った音楽を見せる、でそのこういういい音楽ができたということが分かる人と理解し合うと、これちょっと待ってください。多分あなたが今話したくないと言った人は、音楽の才能があるんで、あなたの素晴らしさが分かるんです。でもあなたがこう音楽を見せてる人っていうか、これ発表するところは、浅井さん生ポ大嫌いです。本当に音楽は分かってるとは言えないんで、生ポ大嫌い。だからなんかその評価において、自分を評価できないんで、それでこういう状況になってくるんで、だからその評価しても自分と同じ観点で音楽を理解できる人、生ポディス半端ないから天才ですね。そういう天才がどっかにいなければ、だから私はよく方法はわからないけれども、こうネットで紹介して、それで友達となるとか、何かどうにかしてその友達を作らなければ、優れてる、本当に優れてるんだっていうところを分かってくれる誰か、それ喋ると、これによってなんか全てが良くなりますけれども。多分その人は分かります。あなたが喋りたくないって言ってる人は、はいはい。だからまあね、そのでもほら昔の人だから、先生もう60だから、音楽について喋ってみるとかさ、できないかもしれないけれども、でもその人はそういう力が、ちゃんとその才能があるんで、音楽の話をちょっとすれば、ちょっとしたらダメだな、
あなたが素晴らしい音楽を作って本当に素晴らしいねって言われれば、それは全て解決します。はい。で、あの、よく私には分からないけれども、あなたの音楽の才能は非常に素晴らしい、あの非常に素晴らしいっていうか、私音楽は分からないけれども才能だけは分かる。その才能があることは、でその男の人にそのと同じ男で、男の人で天才的な人でと同じだ。でそれで大抵男で音楽で天才的な人っていうのはみんな人生しくじって、そのどうすることもできない、あの、大体この世の中で、あの何かにおいて天才的な人はみんな今の世の中ってうつぼれてるか死にそうになってるか、死にそうになってるか、それ社会的に一番底辺に働くだから、その憲法要するに、あの、そこに理解が訪れば、あなたは健康になるんだから、働くことは大事だ。だからあなたのその曲が、あのそのどっかに発表して、そのはうんとそのうんとそのなんか注目されるということではなく、あなたが優れてると思った、そのうんとその地位のない病気のその誰か友達かどっか、うんと誰かが、ああ本当にこれが素晴らしいと、そこでお互いに分かり合ったら、それは全ては解決しますよ。それは音楽が素晴らしい才能なのか、だからその音楽が認められるかどうかは別にして、それは誰か理解する人がいるか、だからそのコンビニのお兄ちゃんでも、そのわからない人は、そこまでいかない人は、そのそれこそ道路で座ってる人とか、そういう人が電話かけたらね、あなたがその素晴らしいことが分かって理解された途端に、あなたは健康を取り戻します。だからそう一生懸命作って、してその地位を、その曲についての地位を上らすんではなくて、その発表して大きくっていうのはなくて、まずその健康と、その誰かに理解してもらうと、でそしてそれからです、それから人物を詰めると、まあ、それだけ崩れちゃう。はい、そういうこと。あ、ちょっと待って、まだ分かってない、ちょっと待って。いや、ツボは売らないですよ、何も売ってないですよ、電話、悩みがある人は全然相談乗ってくれますよ、浅井さんが。ただ声乗りますよ、放送に。だからプライバシーはあの自分で守ってくださいね。 YouTube に動画も上がるんで、ここ10年ぐらいは今電話中なんで、これ終わったら才能のある人はこれもうすぐ終わるんで、うずもれる世の中なんです。次の人は電話待ってるよ。次の人もういっぱい待ってるよ。あ、もしもしで、あのあ、先生、あとカメラフレームアウトしてるから、もうちょいこっち来て。はい。もしもし、あのひょっとしてあなたにはわからないかもしれないけれども、一応言っていますけれども、才能があるうずもれた人によって国家が成り立っているんです。なるほど。あ、だからあのそのうずもれてあなたが苦しむということは国家のために役立ってるということで、役立ってんか。だからそうやって役立ってるっていうのは、あの埋もれたら役立ってないでしょ。いや、国家の力というか権力のために役立ってる。なるほど。国家のあの、いや、はい、もう次の人待ってるから早くしようよ、長いって。ただあのおかしな力のために役立ってて、そう、あなたは死んじゃうということです。あ、先生長い、それが国家のために役立ってるんで、だから俺の母ちゃんじゃないよ。それは、まあ、別にいいことじゃない。先生、本当につながってるから、やっぱりあなたは才能を発揮して、でそしてその浅井さん、その力に対抗しながら、浅井さん早く生きていくと、もう次かかってくるから、でそういうことですが、うん、はい、では宗教というか、はい、カルト系だね。浅井さんです、神様です。また明日電話かけます。歩く練習できますから、はい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 、します。ありがとうございます、はい、どうもお疲れ様です。浅井さんずっと待ってる、次の人。はい、次の方どうぞ、はい、でスピーカーフォンでやるから。浅井さん、誰が来たんでしょうか、うん、何答えますか、はいはい、電話かけてください、もう時間がないんで。
時間がないんで。何を答えればいいですか。いや違う違う、電話かかってくるの。国家に近い人が権力のためにやってる、よくわからない。安定の100だね。そうだね。はい、次の方いなかったらもう終わりにしますよ。いないですか。誰もつながってないのにこれやったら病気だ。何を言って、うんと、一人がいい。浅井さん、はい、浅井さん、京都どこ、はい、うん、行くよ、はいはい、ここで話して、はい、もしもし、あ、もしもし、はい、何が問題でしょうか。もしもし、聞こえますか。はい、聞こえました。何が問題ですか。あの、隣にいる人ちょっと一発殴ってもらってもいいですか。あの、和道さんを殴ればいいんですか。あ、そうです、一発でいいです。なんで和道さんの殴る必要性があるんですか。やっぱ反省させる必要があると思うんですよ。反省、はい、殴れば反省するんですか。よくわからないです、おばあさん。殴れば反省するということが。確かに殴れば反省するかどうかは疑問なとこはあるんですけど。そしたら、さあ、あなたが口で言って反省させればいいんじゃないですか。まあでも、マドさん口強いんで、僕が言っても聞いてくれないような気がするんですよ。いや、だってあなた口強いですよ、かなり。だから、あなたの威力があればマドさんなんて何でもない。なんでそんな僕に丸投げするんですか。いや、あなたほとんど天才的ですよ、あなたのその口は。だから、でも、敵なし。何者なんですか、実際。何者？人間じゃないかもしれません。なんか宗教家の方かなんかですよね、多分。宗教？宗教っていうのは、あの、国家の権力でおばさん反対してます。ペテンチ。ちょっと聞こえなかった。なんておっしゃいました。はい。ペテンチって言われてるんですけど、占い師の方ですよね、多分。いや、占い師じゃないですよ。占い師は、信者は分かりません。あ、ごめんね、太郎さん。太郎さん、ごめん。あの、米引きって向こう側の配信、はい、ループしちゃうから。あー、すいません。悪い、米吹きって。うん。はい。うん。ありがとう。はい、あの、何か私に用事でしょうか。あ、すいません。あの、じゃあ最後にご相談いいですか。はい。お金持ちになりたいんですけど。あなたをお金持ちにしなきゃ、しなければならないとさ、思わせてる。あなたは金持ちにならないとさ、思ってるけど、そう思わせてる人と離れなさい。これでいいですか。ちょっと理解できなかったです。だから、俺が説明する、はい。太郎さんのことを、ね、金持ちじゃないと幸せにできないと思い込ませてる人が周りにいると。違うよ。金持ちになりなさいって。そうそう。金持ちになれって太郎さんに言ってる人がいると。そう。そう。その人と縁を切れって言ってんの。そうです。そしたら。ろくでもないって言ってる。はい、ただそれだけのことです。金はなくてもいいってことですか？はい。金はなくてもいいってことですよね。それは普通一般の考え方ですけれども、ただ特別な人にあなたは金があるべきだと言われちゃってそうなってんだから、それはまずいですよ。切らなきゃそれは大変なことになる。まあ、縁切ればいいんですね、じゃあ。そういう人と。そうですね。そしたら普通に幸せになります。あ、勉強になります。はい。はい。じゃあ。よろしいでしょうか。もう大丈夫です。すいません。はい、お邪魔しちゃって。はい。はい。いいえ、とんでもないです。またどうぞ。すいませんです。はい、失礼します。すいません、すいません。はい。これでよろしいですか。はい、他にある人います？浅井さんに質問、悩み相談などある方がいらっしゃいましたら、下に書いてある電話番号にお問い合わせください。いなかったら終わり？今日は。そうですね。サイコロヘルペス直してもらう。なるほど。うん。うん、宗教団体に宗教嫌いだもんね。そう、宗教はなくなればいいと思ってるけれども、うん、でもそれ、難しいかな。おばあちゃんが生きてるときは難しいね、きっとね、うん、あ、来たよ、行きます。はい、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 どうぞ。もしもし、浅井でございます。どの辺が問題でしょうか。もしもし、
問題はどの辺にありますでしょうか。すいません。なんで聞こえないんですか。わかんない、話しかけ、つながってるよ。もしもし、はい、何を解決すればいいんでしょうか。生産60歳です。はいはいはい、ちょっと聞こえづらいんですけれども、よろしくお願いします。すいません、お願いします。あ、言葉がよく聞こえなかったね。はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。はい、浅井さん何歳。浅井さんに問い合わせがある方は、はい、下の電話番号まで。悩み相談、質問、何でも受け付けてます。質問ある方どうぞ。非通知でも大丈夫です。うん、ありがとうございます。浅井さんに自身悩み、うん、悩み悩み悩みはないのかと思うけどよろしい。思い出がないからきっと悩みもなくなったんだ、うん、元気な60歳だな、うん、でもこれ最近だよ元気になったのは、うん、なんでこんな、うん、はい、次の方ね。はい、どうぞ。もしもし。あ、すいません、何度も。いいえ、はい。さっきもお電話したんですけど。はい。そういえば、その、和坊さんと浅井さんはどんなご関係なんですか？中央公園で、話しかけられたんですけれども、和坊さんは、中央公園で、和坊さんに見つかったんですか？いや、見つかったって、おばさん中央公園住みかだから。中央公園で占いされてたんですか？違いますよ、隅か。だから中央公園、だって外に15年もいたら、中央公園に15年も住んでた。隅かに現れたですよ。中央公園に住んでらっしゃったんですか？そうです。あんまりよくわかんないんですけど。はい、中央公園に15年住んでた方が、なんで人の悩み相談されるようになったんですか？いや、悩みがあるとかわいそうだから、私、ね、悩みを消せるから。あ、まあ、確かに、すごいかわいそうだと思います。はい？いや、確かに悩みあるのは辛いですよね。いや、悩みは、だから、思いようによってはないんです。ああ、まあ確かにそうですよね。はい、そうです。別に家があろうとなかろうと、そんなん心持ち次第ってことですよね。そうですよ。家がなくても、幸せはだんだん、はい、上に上がってて、だん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 幸せになってきて、で幸せがあるんですから、はい、だから何にもなくても同じです。ああ、窓さんにはなんてアドバイスしてあげてるんですか？あ、僕ですか？僕が実際もらったアドバイスは、はい、生活保護を早く切れと。で、まだもらってたんです。はい。あ、違います。出会ったのが3年ぐらい前なんですよ。あ、で、その頃から、和道さんは配信やってる時は目がキラキラしてるから、これを仕事にしろっていうのと、これで収入得て生活保護を切れっていうのを。じゃあ、体を鍛えろです。体を鍛えろとか、そういうことですね。体を鍛えれば全てが解決するんです、はい。結構まともなアドバイスですよ。そうそう。意外とまともなアドバイス。おばちゃんおかしくないよ。普通よ。普通のことしか言いません。だからね、生活保護抜けた時に泣いてくれたんで、一緒に。うん、いや、生活保護難しいもん、これ。難しいね。うん。うん。なんか、はい。お話聞けてよかったです、僕も。そうですか？はい、他に何かあれば解決しますけど。あ、いや、もう、あと、和道さんのことをこれからもよろしくお願いしますっていうだけで、ありがとうございます。リスナー一同応援してるんで。はい、では、たまに電話ください、また。また話しますんで、はい。電話番号は、どっか記録しといてください。070501111138。はい。すいません。はい、ありがとうございます。はい、どうも、失礼します。はい。どうも、失礼します。どうも。浅井さんさ、じゃあ電話あと1件ぐらい来たら、ちょっと外一緒に歩かない？パソコンで。なんでかっていうと、浅井さんのそのどこに住んでるとか中央公園案内してほしいのよ。一緒に歩いて。行こう。いやいや、もう、だって私もうあれだもん。
これからまた取り掛かんなきゃいけないもん。何を？う？いや、仕事そのさ、でもいっぱいあるから嫌だ。いっぱい嫌だ。うん。じゃあこれからが大変なの、私。今日も朝まで仕事なの？いや、朝まで仕事しないよ。うん、なんとかごまかして、じゃあ収入を増収。あひかもさ、だ考えるの一番あれだ。一番短時間で一番増収する方法で、うん、突撃して、それであれだ。疲れないです。浅井さん、配信終わったら公園に帰るの？いや、公園だから。今公園住んでない。今家借りてる。あひか集めて、あひかで、アヒカンで家に入あの借りてるんだよね。そう、アヒカ集めですって言って、それで不動産屋に行って返してもらいました。それで返してくれたの？そうだよ。アヒカ集め、仕事欄にアヒカ集めって書いたの？そう。すごいね。不動産屋さんにもアヒカ集めですが、よろしくお願いします、自転車ここに置いてくださいって。はい、わかりました、ね、入った。だからアヒカ集め大丈夫です。じゃあ俺は一人で古巣浅井さん出会った場所とか後で案内するよ。じゃあ電話ないですか？もう最後一人、最後一人だけ質問でもない。中央公園であの段ボールをしてるあの、うん、猫300匹で痩せられてる、うん、あの強い人。強い人ね。どこら辺にいるの？そこら辺にいます。そこら辺にいる、はい、だから見つけたら話しかけてみるよ。3時ぐらいに出る場合いますよ。3時ぐらい？昼の？夜中？夜中3時はちょっときつい。寝てますか？うん。誰かいませんか？もうよろしいですか？電話。はい、ではこれで。これで終わりにする？あ、うん、浅井さんホームレス？俺ホームレスじゃねえよ。うん、浅井さん以外にもホームレス仲間おるん？あ、俺いるよ。ホームレスの知り合いいるよ。知り合いって知ってるだけだよさ、うん。え、あなた有田さんとかいるの？友達いない？マジいるわ。浅井さんも友達だと思ってんだけど俺。いやさ、うん、いや友達いないとすごい不思議、不思議じゃなくて、どうしたらいいでしょうか。いや友達いるっつってんの俺。なんだよそれ。なんで哀れみの目で見てんだよ俺のこと。友達いるよ。ええじゃなくて、なんだよ。やめてくれよ。なんで友達いないキャラみたいにされてんだよ俺。いやじゃん。どう友達いるっつってんの。いるよ。なんだよそれ。あ、わかりました。毎日配信1時間やってたらみんな友達だ。これやらないと友達誰もいないだ。うるせえわ。ほっとけ。ほっとけ、人のこと。終わりにするぞ。じゃあ、もう。どうも、お世話様です。ありがとうございます。はい、浅井さんでした。ありがとうございました。またね、また。じゃあ、俺、外配信して、浅井さんがもっと住んでたところ回ろうか。はい、そうしよう。もう、すでに。あの辺、都庁の、しょうがないよ。いや、あの辺ちょっと紹介する、リスナーさんに。え、うん、紹介したってしょうがない。いや、みんな興味あるんだよ。あるだから浅井さん一緒に行った方が盛り上がるよ。ん、ここら辺、どう、ちょっと1時間ぐらい、30分でもいいし、ぐるっと回ろうよ。あの、うん、交番の裏に人がいたら、あの人すごくいい人だよ。いや、だから教えてよ、案内して。あそこの交番の裏にもしか人いたらいつも座ってるから。だから顔見ないと誰だか分かんないから。いや、言ってその話しかければあれだよ、うん、ちゃんと配信なんだ、あの人すごい立派な喋り方するから、うん、あ、そう、うん、行くよ、じゃあ一緒に行く？やめとく？今日。いや、あの人、でカメラに出たいかどうかわからない。いや、だから浅井さん一緒に行ってほしいのよ。浅井さん一緒にいた方が人気だから、盛り上がるから。いや、どこ30分ぐらい、そう、散歩しよう。いや、だから、今度聞いておくから、出ますかって。そしてオーケー言ったらさ、じゃあ、ついてきますか、うん、それでいいですか。じゃあ今度にする。はい、うん、分かった。あとあの辺の人方、誰も出たい人いないよ。分かる、気難しいよ、うん、そうだよね。仲良くなんないと、1年半かかったんだから、うん、じゃあ行こうか。これあの、うん、行こうよ。もうあの、出たい人と出たくない人はどこに違いなんですか？それは知らない、人のことだもん。人のことは分かんない。じゃあ新組織が明るいで物事が進むだよ、うん、だから出たい人とばかり喋ってれば、うん、あのこう物事は進んでいくけど、出たくない人と喋ってればいつまでたったって何にも進まないだ、うん、そっか。なんで全然出ない人がいるんだ。そういえばそうだよね、何も変わりないもん。これだめだ、どうせカメラ向けて逃げ回る人ってもうこれは変わんない。
でも出る人は変わるんだね、ストーリー。変わる、うん、なるほど、うん、分かりました、うん、なるほど、私物事を進めたいがやっぱり出る人とだけ付き合うよ、そしたらもっとどんどん進んでいく、分かりました、ありがとうございます、ポストありがとうございます、うん、では、はい、ありがとうございます、風船ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ではありがとうございます、ちょっと俺頭痛いから外配信してちょっと気紛らわせるわ、はい、うん、では、うん、ありがとうございます、お疲れ様でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、よいしょ、散歩してくるわ、うん、仕事頑張ってね、浅井さん、仕事頑張って、うん、昼間寝てるならいいんだよ、でもね、夜やって昼間起きてるだろ、これ ね答えるよ、いやだからなんとか短時間であげてあげて昼間も起きる、うん、体壊さないで、浅井さんも壊れないよ、壊れない、だってジムに行ってるの、目いっぱいやってる、うん、うん、あ、それからあれだよ、私やる、うん、あの例えばね、あのその相撲さんでその、うん、とそれ引退する人とかいるでしょ、お相撲さん、ああいう人とか治せるんだけど、そしたらね、うん、なんかこうプロのさ、なんだか選手でね、してどうやってどういうふうにして立ち直しますかって、こういう質問されたら私試合だよ、明確な答えが、浅井さんね、あんまりね、病気を治すとかね、やめた方がいいよ、あのいつか逮捕されるよ、これ本当に、今なんか治したっけ、うん、だから今電話でやってるから大丈夫、いや病気で病気を治しますっていうのはね、危ないから大丈夫だよ、こっち、大丈夫だよ、病気を治しますよ、こっちもう散々やったんだから大丈夫だから、それ捕まるっつうの、だからもう散々捕まったんだから、だから捕まってるからダメでしょっつってんの、え、捕まったんでしょ、病気治すっつって、どこまでやれば捕まるかってことが分かんない、大丈夫また逮捕されるよ、いや大丈夫だ、これダメだって、何も怪しげなことは僕に、うん、気をつけてね、また遊びに来て、うん、うん、気をつけて、じゃあね、ね、よいしょ、じゃあ浅井さんのルーツの旅行きますか、皆さん、みんな今日は雑談聞きたいっていう感じで、僕も体調悪いんで、あの浅井さんがどういう経緯でっていう、ダメなことダメって、いやダメでしょ、うん、明らかにいつかやられるし、何回も捕まってるからね、懲りないんだよもう。じゃあ次役行きます、そうそう、困ってる人ほっとけないんで浅井さん、うん、じゃあお疲れ様でーす、おつでーす、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう